神戸新聞杯は日本中央競馬会が阪神競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。神戸新聞は神戸新聞社が発行する日刊誌。同社より寄贈賞の提供を受けている。聖賞は神戸新聞社賞。三着までの馬に菊花賞の優先出走権が与えられるトライアル競争。2000年以降は 京都新聞杯が5月始行となったため、関西地区で唯一の菊花賞トライアルとなった。1953年に神戸坂月の名称で創設された4歳馬による重賞競争。1972年より現名称となった。創設時は半身競馬場の芝2000メートルでハンデキャップ競争として行われ、その後距離や負担重量は幾度かの変遷を経て、 負担重量は2003年からバレーに、距離は阪神競馬場の馬場回収で、外回りコースが新設された2007年から芝2400メートルに変更された。地方競馬所属馬は1995年から、外国産馬は2001年からそれぞれ出走可能になり、2010年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は、 2017年現在のもの。出走資格、サラ系3歳母馬、品馬負担重量、バレエ喫花賞のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、菊花賞の出走候補馬に優先出走が認められているほか、春のクラシック競争及び NHK マイルカップで2着以内の成績を収めた馬にも、出走資格が与えられる。 2020年の1着賞金は5400万円で、以下2着2200万円、3着1400万円、4着810万円、5着540万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第19回まで神戸杯、第20回以降は神戸新聞杯。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。